180度開脚した状態で10メートルの距離を走り、そのタイムを競う。その名も何対10メートル走。ギネス世界記録、開脚したまま10メートルを走る。さあ、スタートを切りました。まず先に出たのはカズミ。神奈川出身26歳のカズミが大きくリードを取りました。コウタンさんは遅れている。コウタンさんは遅れている。さあ、カズミが笑顔を見せながらどん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 進んでいます。まあ、まもなくフィニッシュライン。カズミが勝ちました。なんという難題、人間よりとは思えません。そして遅れましてコウタンさんが今ゆっくりとフィニッシュラインを通過しました。さあ、それでは結果のお願いします。本当にすごかったです。とてもびっくりしました。父さんの記録は29秒でした。和美さんは信じられません。19秒10でした。ギネス世界記録に認定です。